こんにちは、なおいです。今日はガリガリ君リッチ桜餅味を紹介したいと思います。なんか偉いもん出してきましたな。春だからちょっと冒険してみました。ガリガリ君、和菓子にね突入しちゃうね、根性ね。装いもね、装いもね、まあ、中身はこういう感じらしいです。あ、こういうね、餅ソース。あ、餅じゃねえの。餅ソースにあんこ。あ、思ったよりピンクか。じゃあまあいただきます。あ、桜の味はするよ。桜の味ってわけわかんないけど、うん、餅ソース暗くないですか。暗い暗い。餅っぽいけど本当の しっかりしたお餅ではなくて、ドロドロの溶けちゃいそうなお餅みたいなぐらいのお餅。おかゆですか。表現難しいなこれ。もちもちはしないですか。もちもちしてます。してる、うん、すごいトロトロのお餅って考えたらいいんじゃない。あ、これ結構おいしいよ。ミルク感はない。めっちゃミルク感ある。あ、あるんだ。うん、ミルクめっちゃクリーミー、うん、クリーミーな感じ。あ、あんこきた。あんこきた、うん、半分ぐらいいったらあんこくるんですね。2つの味が楽しめる感じ。上はお餅だったけど下はこうようやくあのあんことかき氷の部分、うん、が増えて、うん、あ、これでも結構甘い。うん、おいしい。美味しいそうです。塩っぽさっていうか、あの、葉っぱの塩っぽさみたいなのがちょっと含まれてる。あるんだ、ちゃんと少しだけね。かわいいアイスキャンディーですね、ほんとピンクで。かなりミルク感強い。桜風味シャーベットの中にも入ってるってことですか。あ、結構思ったよりクリーム入ってる。あったかくなってきたじゃない最近ね。ちょうどいいかも。ガリガリ君大好きな青江さん。いつ言ったっけ僕それ。というわけで今日はガリガリ君リッチの桜餅味を紹介しました。皆さんを見かけたらぜひぜひ食べてみてください。それでは皆様さようなら。あなた今アイスは禁止中なんです。素晴らしい。はい、あれだよね、ダイエットですからね今ね。そうそう。ちなみに今何キロ落としました。 2.、うん、ちょぴっとあの行ったり来たりしてるんで。ここ1ヶ月落ちなかったね。でもあのドンと戻らないように戻らないとるやつね。それだけ。この前僕あの菊池プロとお会いしまして、おい、直井は何キロ痩せたんだと、うん、いうふうに、うん、彼はおっしゃられてたので、うんうん、まあ2キロぐらいだと思うよ、うん、よし、うん、勝てると言っておりましたので、うん、はい、今それを直井さんに報告させていただきますので、うん、はっきり言っていいですか、はい、プロの方がデブじゃないですか。おいおいおい、いやプロはここだろ。あんたこことかじゃん。要は炭水化物いっぱい取った場合の体型、うん、脂質をいっぱい取った場合はあの人ですよ。まあ昔すごい痩せてたもんね。そうなんですよ、プロすごい痩せてたんですよ。すごい男前だよね。菊池プロが20キロ痩せたとするじゃないですか。私が20キロ今から痩せたら病気になっちゃうんですよ。なおさん、それ最初の最初。じゃあ私絶対に20後でね倍になるっていうのは、あー気づかなかった。倍になるのだけは避けたい。プロはだ、しかも今大変なんだよあの人。今胃潰瘍になっちゃって痩せるやつ。あー、ぐじたまつけたままでやってた。あー申し訳ない。